映画史は映画がどのような経緯を持って誕生し世界で発展してきたかという歴史である。ギネスブックが認定した世界最古の現存する映画フィルムラウンド兵の庭の場面の一カット。映画につながる技術は19世紀後半からフランスのマレー、アメリカのマイブリッジ、ドイツのアンシッツなど多くの人々によって研究されてきた。それらの研究は全て 19世紀前半に完成された写真技術を現実の運動の記録と再現に応用しようとしたものである。これらの人々の積み重ねを経て1893年アメリカのトーマス・エジソンが自動映像販売機器ネットスコープを一般公開。さらにフランスのルミエール兄弟がシネマトグラフルミエールという現在のカメラや映写機と 基本的な機構がほぼ同じ複合機を開発し、1895年3月にパリで開催された科学振興会で公開。同年12月28日にパリのグランカフェという名称のカフェで有料の試写会を開いた。他にフランス人のルイル・プランスも同時期に映写装置を開発していた。しかし、透明で柔軟性に富むフィルム材料が手に入らず一時、 頓挫していた。エジソンが開発したのは箱を覗き込むと、その中に動画を見ることができるというもの。ルミエール兄弟が開発したのは、その仕組みを箱からスクリーンへと投射するものへと改良し、一度により多くの人が動画を鑑賞することができるようにしたもの。現在の映画の形態を考慮すると、ルミエール兄弟の最初の映画の公開をもって、映画の起源とする方が有力な説となる。 ルミエール兄弟らが公開した世界最初の映画群は駅のプラットフォームに蒸気機関車がやってくる情景をワンショットで映したものや自分が経営する工場から仕事を終えた従業員たちが出てくる姿を映したものなど計12作品いずれも上映時間数分のショートフィルムだった初めて映画を見る観客は列車の到着を見て画面内で迫ってくる列車を恐れて 観客席から飛びのいたという逸話も残っている。これらの映画の多くは単なる情景描写に過ぎなかったが、やがて筋書きを含む演出の作品が作られるようになった。例えば、水をかけられた山水スという作品は、山水スがホースで水をまいていると、一人の少年がホースの根元を踏んで、水が出なくなり、山水スがホースを覗き込むと少年が足を離して、 三水夫がずぶ濡れになり、三水夫は少年を追いかけ石棺するという筋書きで、数分の動画の中に筋書きと笑いの要素を含んでおり、コメディ映画の発端の一つとなった。またこの頃は著作権に関する意識がなく、フランス以外でもイギリスなどで同じような三水夫の模倣作品が数通り作られている。なお、最初の作品は、 デュミエール兄弟が経営していた工場から従業員が出てくるシーンを捉えた工場の出口でデュミエール兄弟は1894年末頃に撮影したとしているが詳細は不明。またこの作品はグランカフェで上映された12本のうちの1本とは別なバージョン。初期の映画は画像のみで音声のないサイレント映画と呼ばれるものでこれは1920年代末期に 陶器映画が登場して普及するまで続いた。シネマトグラフの投影機は、けたたましい騒音をもたらし、映画には音声がなかった。これを紛らわすため、ピアノや足踏みオルガンの演奏による音楽の伴奏とともに、上映する形式が普及した。現在において、サイレント映画にホックストロットや、ケイクウォークのような当時流行したピアノのダンス音楽がつくことが多いのは、 そのような理由によるものである。また後年名だたる作曲家や指揮者になったクラシック音楽家は若い頃にサイレント時代の映画館のピアノ伴奏のアルバイトをしていたという人も多い。日本最初の映画上映としては1896年12月に大阪市でエジソン社製映写機バイタスコープによる試写が行われたとの記録があるという。 従来は1897年1から2月に京都市で開かれたシネマトグラフによる上映会が最初とされてきた。初期の映画は日本では別名活動写真とも呼ばれ、映画館は活動小屋とも呼ばれた。日本独自の上映手法として上映中の場面に合わせて解説を行う活動弁士と呼ばれる人が活躍していた。日本で最初の 活動写真制作は、フランス製拷問カメラにより、浅野志郎らが失敗を重ねた末、2年がかりで、浅草中店、芸技手踊りなど、実写11本を作り、1899年7月20日から、東京歌舞伎座で公開。俳優を使った、劇映画は同年関東各地を荒らした、ピストル強盗大砲、横山運平主演で、柴田恒吉が撮影した。 稲妻強盗、清水貞吉で同年9月に撮影、公開。1898年、世界初のクリスマス映画、サンタクロースが発表される。史上初めて、異なった場所で起きた出来事を編集で関連性があるように見せる技法のパラレルアクションを取り入れ、多重露光と呼ばれる方法で撮影された映画である。メディアを再生する、似顔沖き回線についての映画。 エジソン・スタジオ製1902年に世界で初めて物語構成を持ち複数のシーンで構成された映画ガッツ世界旅行がフランスで制作される監督は元マジシャンで世界で最初の職業映画作家でもあるジョルジュ・メリエスこの作品は世界初の SF 映画である翌年の1903年にアメリカでもエドウィン・ポーター監督による物語性のある作品 大列車強盗が制作、公開される。世界初の西部劇であり、この作品において初めてクロスカッティングが用いられた。1906年にジェームズ・スチュアート・ブラックトン監督による愉快な百面相が制作される。実写ではなく絵画表現を用いた世界初のアニメ映画とされる。メディアを再生するチャールズ・チャップリンのサイレント映画。 交際メジャーになりつつあった映画制作会社からの制約や支配を嫌い、またニッケルオデオンで消費されるだけのショートフィルムに飽きたらずに新しい表現を求めた若い映画人たちが西海岸に移住し映画都市ハリウッドが形成され始める。アメリカの映画監督である D.W. グリフィスが国民の創生、イントレランス、チリークナ等により クローズアップ等の様々な映画技法を発明し、今日的な意味における映画の原型を完成させる。このことによりグリフィスは後に映画の父と呼ばれるようになる。また、国民の創生は当時の映画興行収入1位を記録した。政治権力は映画の持つ影響力に目をつけ、プロパガンダの手段として使うようにもなった。第一次世界大戦においてはアメリカやドイツで プロパガンダ作品が制作された。バイマル共和制化のドイツは、複数の映画会社が合併して、国作撮影所であるウーファが設営された。1910年代 -1920 年代、アメリカやヨーロッパでは、ファントマシリーズや、吸血ギャング団シリーズなどの連続活劇が流行している。1920年代には、チャールズ・チャップリン、バスター・キートン、 ハロルドロイドといったコメディ俳優が台頭し、世界の三大喜劇王と称される。1920年、ソ連において、世界初の国立映画学校が創設され、クレショフが、その教授として招聘された。クレショフは、同校において、クレショフ映画実験工房なるワークショップを運営し、モンタージュ理論を打ち立てるとともに、その実験を行った。1921年、ドイツで、 ハンスリヒターにより、ダダイスムの位置表現として、気化学模様の変容を映した、絶対映画というアニメーション映画が作られる。遅れて1927年、マルセル・デュシャンによって、フランスでも気化学模様の変容による、純粋映画が試みられた。ダダイスムのグループは、実写による筋書きを持つ映画、マクアイも作っており、こちらは、デュシャン本人をはじめエリック・サティなどが出演している。 上映用の付随音楽はサティによって作曲され、これがサティの遺作となった。1925年、クレショフ工房の生徒であったセルゲイ・エーゼンシュテインは、モンタージュ理論に基づき、戦艦、ポチョムキンを制作。エーゼンシュテインと共に、クレショフ工房の出身者であったフセボロドプドーフキニア、ボリス・バルネット、ジガベルトフなどは、モンタージュ理論を基にした作品を制作し、 ロシアアバンギアルドにおける代表的映画監督となる。1927年にメトロポリスが公開され、以降多数の SF 作品に多大な影響を与え、世界初の SF 映画とされるガツ世界旅行が示した映画におけるサイエンスフィクションの可能性を飛躍的に向上させた SF 映画黎明期の傑作とされている。また、 前年の1925年に制作された、戦艦ポチョムキンと並んで、当時の資本主義と共産主義の対立を描いた作品でもある。1927年、アメリカで世界初のトーキー映画、ジャズシンガー公開。映画全編を通してのトーキーではなく、部分的なトーキーであったが、本作をきっかけに、トーキーは世界的に受け入れられ、急速に普及した。 もっとも、アメリカのチャールズ・チャップリン、ロシアのエーゼンシュタインといった映画制作者、映画伴奏の学士や日本特有の映画職業であった活動弁士を制御とする人々など、熟成の木にあったサイレント映画に固執した人々も多く、本格的に陶器映画の芸術性が認められたのは30年代に入ってよりのことである。1928年、 ディズニー製作の短編アニメーション作品、蒸気船ウィリーが公開。一般的にこの作品がミッキーマウスとミニーマウスのデビュー作とされ、世界で初めてサウンドトラック方式を採用した映画と言われている。同年、長編映画として、世界初のオールトーキー映画、ニューヨークの明かりが公開。1929年、アメリカでアカデミー賞が始まる。 初年度作品賞は、ウィリアム・エイ・ウェルマンの、翼。なお、初年度についてのみ作品賞は2作品が選ばれており、もう一つの作品であるカイ・ダブリュー・ムルナウのサンライズには、芸術作品賞という名目で賞が与えられている。1920年代から1930年代に、かけて、ジャック・フェデー、ルネ・クレール、ジュリアン・デュ・ビビエ、 マルセル・カルネラのフランスの作家が登場して、商業的な成功を収め、フランス映画の黄金時代を形成する。後に、これらの作家、作品は、テキリアリズムと呼ばれる。ドイツにおいても、ほぼ同時期にフリッツ・ラングや、ロベルト・ビーネ、ムルナウ等が活躍し、こちらは、ドイツ表現主義と称されるようになる。1929年、アバンギャルド映画の原点。 シュルレアリスムの最高傑作と評される実験映画アンダルシアの犬が公開。風と共に去りぬ、ハリウッド黄金期第二次世界大戦の影響を受け、フリッツ・ラングやジャンル・ノワール等の多くの映画人がアメリカに亡命する。亡命ではなく招聘されてあるいは自ら望んでアメリカに行ったマックス・オフィルスやエルン・ストルビッチ、ルネ・クレールなどの作家も含めると、 1930年代から1940年代にかけてのアメリカには著名な多くの映画作家が世界中から集まっていた。スタジオシステムにより映画制作本数も年間400本を超え、質量ともにアメリカは世界の映画界の頂点にあった。このことにより1930年代から1940年代はハリウッド黄金期と呼ばれている。なお、 1940年代の終わりにスタジオシステムは独占禁止法とテレビの登場によって崩壊した。また世界的な不況の中、トーキーの時代が本格的に到来し、音楽や効果音が活かせることから、ミュージカル映画やギャング映画が映画の主流となる。アメリカでは宗教保守派などから映画や漫画が若年者や犯罪者に与える影響を憂慮する声が高まり、 1934年には、ヘイズコードと呼ばれる暴力やセックス、社会に対する描写を制約する映画制作倫理規定が作られた。過激な暴力シーンや性的シーンは囲碁影を潜め、1960年代後半に撤廃されるまでハリウッド映画を縛ることになる。1932年、イタリアでベネツィア国際映画祭が始まる。同年、 世界初の群像劇映画、グランドホテルが公開。後に、グランドホテル方式と名付けられる、その物語構成が高い評価を受け、第5回アカデミー賞にて、作品賞だけにノミネートされ、作品賞だけを受賞した、史上唯一の作品となった。1934年公開のフランク・キャプラの、ある夜の出来事を皮切りに、アメリカでスクリューボールコメディが流行。また、 ある夜の出来事は第7回アカデミー賞にて主要5部門でノミネートされ史上初の5部門とも受賞した。この5部門をすべて制することは1975年の格好の巣の上でが成し遂げるまで出ないほどの大記録であった。1935年世界初のカラー映画ルーベン・マムーリアンの巨影の詩が公開テクニカラーによる同年ジャンルノワール監督の トニーが公開。徹底したリアリズムで描く本作の影響を受け、1930年代の末から1940年代にかけて、イタリアでネオレアリズム運動が起こる。中心的な作家は、ルノワールの助監督を務めていたルキノ・ビスコンティア、ロベルト・ロッセリーに等。1937年、ディズニー制作の長編映画第一作目であり、 世界初のカラー長編アニメーション映画となる白雪姫が公開。ロトスコープやマルチプレーンカメラの使用など、当時としては珍しいアニメーション技術を使用。桁外れの大ヒットを記録し、現在でもアニメ史に残る傑作として知られる。1939年、ビクター・フレミング監督のオズの魔法師と風と共にサリヌが公開。 ジュディガーランド主演のミュージカル映画であるオズの魔法師は当時一般的であったモノクルフィルムとまだ極めて珍しかったカラーフィルムの両方で撮影されその映像演出は高い評価を受けた商業的には成功とは言えなかったものの前時代を通じて史上最も多く鑑賞され愛された映画だと考えられている一方で風と共にサリヌは 400万ドル前後の制作費をかけて当時としては画期的な長編テクニカラー映画であったことも手伝って空前の世界的大ヒットとなった。世界観客動員数歴代最多の20億人を記録している。1940年ディズニー制作のアニメーション映画ファンタジアが公開。ステレオ効果が利用された最初の映画でなおかつサラウンドの原型とも言える。 ステレオ再生方式が世界で初めて一般的に導入され実用化された音響技術において非常に重要な歴史的映画となった1941年から参戦した第二次世界大戦中にはカサブランカーやヤンキードゥール・ダンディなどの戦意公用を目的とした愛国的な映画や戦争プロパガンダ作品が多く制作されたまた同年には 映画史上最高傑作として高く評価される市民経営が公開される。現在でも映画史や批評からによる過去の作品を対象とする映画ランキングでも常に1位または上位にランキングされている。1946年フランスでカンヌ国際映画祭が始まる。ラ・ショモン。日本映画として初めてベネツィア国際映画祭金獅子賞とアカデミー賞。 名誉賞1950年、ラ・ショモンが日本映画として初めて、ベネツヤ国際映画最近、獅子賞とアカデミー賞名誉賞を受賞し、黒沢明や日本映画が世界で認知、評価されるきっかけとなった。1951年、ドイツでベルリン国際映画祭が始まる。1953年、テレビが新しい娯楽として広まったものの、パリのアメリカ人や、 雨に歌えばといったミュージカル映画を中心とした大掛かりなセットを駆使し、大量のスターを起用した娯楽大作の全盛期が続いた。一方で、スター誕生、喝采、オクラホマなど、ストーリー性を重視したミュージカルが50年代半ばに誕生し、現在まで続くミュージカル映画の原型を作った。赤狩りの影響により多くのアメリカの映画人が追放の浮き目に遭う。 実際に共産主義活動に関与したことがあるジョゼフ・ロージーやニコラス・レイ、ダルトント・ランボ等は米国議会の公聴会における証言を拒否して亡命や映画界からの排除を余儀なくされた。しかし中にはエリア火山のように移民の軽類であるがゆえに証言を拒否することができずやむなく証言し、結果的にかつての仲間たちを売らざるを得ない者もいた。 70年代以降に彼らの多くは名誉回復し映画界への復帰を果たしたが、ロージーはかつての名誉であるエリア火山の再三にわたる帰国の呼びかけにも応じることなく亡命先のイギリスで隠しした。テレビの普及による観客動員数の減少に頭を悩ませたアメリカ映画界はテレビでは実現できないことを目指し画面サイズの拡大や対策主義に手を伸ばし始める。 特に対策主義は一時のハリウッドを席巻したが、そのことは映画監督をはじめとする制作人に精神的、肉体的な疲弊を呼び起こすとともに、制作本数の減少による新人監督のデビューの機会を奪い取ることになってしまった。また、1930年代から反トラスト法に問われていたメジャー映画制作会社の配給、 工業の統括による劇場の系列化に関して最高裁判所で違法の判決が下されメジャー学者は制作と工業との分離を強いられることになった赤狩りにより才能ある作家たちの多くを一時的に失い対策主義により残った作家たちを疲弊させ新しい作家の登場の機会を阻みさらには独禁法により安定的な工業システムを奪われたハリウッドは 結果的に黄金時代の終焉を迎えることとなってしまった。赤狩りは作品の内容にも大きな影響を与え、アメリカ国内ではなくヨーロッパやアフリカで撮影する場合も多くなり、ローマの休日やベンハーはその代表的な作品である。1954年日本でゴジラが公開。東宝が制作した日本初の本格的怪獣映画であり、 本作のヒット以降、特撮映画が日本映画の人気ジャンルとして定着する。サウンド・オブ・ミュージック1950年代末期から1960年代初頭にかけてフランスでヌーベルバーグと呼ばれる映画運動が起こる。それは端的に言えば結末のない物語やその場の偶然を生かした即興演出などで従来の映画の定石を打ち破ろうとする試みであった。 そんなルーベルバーグの評価を格好たるものにしたのがアナーキストとアナーキズムを主題としたジャン・リュック・ゴダール監督の勝手に仕上がれであった。本作はジャンプカットという革新的な技法を定着させ手持ちカメラでのロケ撮影や高感度フィルムの利用などこれまでの映画の規制概念をひっくり返すことに成功した。また同年にはサスペンス映画の禁止等サイコが公開され後に アルフレッド・ヒッチコック監督は、ヌーベルバーグの神様と呼ばれた。同時期に、アメリカでは、テレビに対抗意識を燃やしたハリウッド企業の巨大資本家、超大作思考が続く一方で、ヌーベルバーグに触発されたインデペンデント系の映画が、急速に目を出し始め、ジョナス・メカス等による、アメリカン・アバンギャルドと呼ばれる運動が起こる。1961年に、日本において、 芸術系映画の配給を目的として、日本アートシアターギルドが設立される。イェジー・カバレロビチの2層、ヨアンナを皮切りに当初は、海外作品の配給が主体だったが、1960年代後半には、独立系の制作会社の作品に対する趣旨を行うようになった。小畜を退社した、大島渚ぎさと小畜ヌーベルバーグの面々をはじめと、 する数多くの作家たちが ATG の出資により作品を手掛け、数多くの名作、傑作、話題作、問題作を世に送り出した。1965年、ミュージカル映画、サウンド・オブ・ミュージックが大ヒットし、当時の世界興行収入を塗り替える。1968年、猿の惑星と2001年宇宙の旅の2作品がヒットし、 SF 映画に注目が集まり、後のスター・ウォーズブームへとつながる。また、スタンリー・キューブリック監督は、SF 三部作と呼ばれる、博士の異常な愛情、2001年宇宙の旅、時計仕掛けのオレンジを作り、これらの成功で、世界中の批評家から映画作家としての優れた才能を認知された。これまでのハリウッド黄金期は、観客に夢と希望を与えることに主眼が置かれ、 ハッピーエンドが多くを占めていた。しかし、スタジオシステムの崩壊や赤狩りの傷が深かったこともあり、ハリウッドは制作本数も産業としての規模も低迷。1960年代はまだジャーナリズムの熱意が高かったことも、相まってベトナム戦争の実態を目の当たりにした若者層のヒッピー化、反体制化が見られた。 1960年代後半から1970年代半ばにかけてこのようなベトナム反戦ムーブメントや公民権運動を橋を発した当時の若者の世相を投影する作品群アメリカンニューシネマが大流行する代表作品には俺たちに明日はないイージーライダーなどがあるスター・ウォーズエピソード4新たなる希望1960年代の末から登場した ドイツの作家たちがニュージャーマンシネマとしても手配される。ストローブイコール入れ、フォルカー・シュレンドルフ、ベルナー・ヘルツォーク、ビム・ベンダース、ライナー・ベルナー・ファスビンダー等がこれに相当するのだが、ヌーベルバーグのように作風における共通点があったり、共同活動などを行ったものではなく、同時期に登場した同世代の作家たちに対して付けられた総称だった。1968年の ローズマリーの赤ちゃんを起源として1974年にウィリアム・フリード・キン監督によるエクソシストが爆発的にヒットする。それを皮切りにキャリーやオーメン、サスペリアといったオカルト映画ブームが始まった。時を同じくしてアメリカ・ハリウッドでパニック対策ブームが巻き起こる。1972年のポセイド・ン・アド・ベンチャーを皮切りとし、 1974年公開の20世紀フォックスとワーナーブラザースとの合作タワーリング・インフェルノを頂点とするこのブームはその商業的な大成功により凋落していたハリウッドの自信を回復させるとともにこの後に続く新たなハリウッド映画の基本を形作るものとなった1950年代の対策主義においてはあくまでも 物語や人間ドラマに主眼が置かれており、豪華なセットやスター俳優の多応はこれらを効果的に表現するための手段だった。しかし、パニック対策においては派手な特殊効果や得意性を感じさせる映像表現すなわち観客の目を引く要素に主体が映っており、細部の肥大化や物語と画面表現との分離など今日におけるまで続いているハリウッド映画の特徴を形成している。 1972年、ゴッドファーザーが公開されると、当時の興行記録を塗り替える爆発的ヒットとなる。同年度の第45回アカデミー賞で作品賞を獲得し、続編のゴッドファーザーパート2もアカデミー作品賞を受賞したため、正編と続編でアカデミー作品賞を獲得した唯一の例となる。1975年、 上記のパニック対策ブームの流れを経て、スティーブン・スピルバーグ監督による、ジョーズが公開。映画史における分岐点となる、超対策映画の原型となり、アメリカにおける、劇場公開で最初に1億ドル稼いだ作品となった。最終的に、全世界4億7200万ドルの興行収入を記録し、世界一となった。1976年、ロッキーが公開。 ハッピーエンドを否定する作品や英雄を描かない作品が再生を極めていたが、本作と翌年のスター・ウォーズの大ヒットにより、個人の可能性、アメリカンドリームへの同型を再燃させ、アメリカンニューシネマの終焉を決定的なものとした。1977年、ジョージ・ルーカス監督のスター・ウォーズ・エピソード4、新たなある希望が大ヒットし、世界的な SF 映画ブームとなる。 この作品以降、特殊効果が映画の重要な要素として扱われるようになる。また同シリーズのキャラクター商品券によるビジネスで成功を収めたルーカスはその資金を映像、音響関係のデジタル化を中心とした技術開発に投資し、映画界に多大な功績を成している。1978年にはジョーズの全米記録を抜いて世界最高の興行収入を記録した。 1978年、アメリカで、ロバート・レッドフォードが、サンダンス映画祭を始める。バック・トゥ・ザ・フューチャー1982年、スティーブン・スピルバーグ監督による、アメリカ映画、ET が公開。アメリカでおよそ3億ドルという当時の映画史上、最大の興行収入を記録する。80年代から90年代にかけて、アクション映画は全盛期を迎え、 シルベスター・スタローン、アーノルド・シュワル・ツェネッカー、ブルース・ウィリスをはじめとする、いわゆるアクション俳優が台頭してくる。この頃の代表作に、ランボー、コマンドー、ターミネーター、ダイ・ハードなどがある。1983年、日本において、長谷川和彦、相馬井慎司、黒沢清らにより、ディレクターズ・カンパニーが設立される。 1960年代から1970年代における ATG が果たしたのと同じ役割を担うことを目的としまた大きく期待されましたが ATG のように自流に乗ることができず大きな商業的成功を収めるには至らなかった。1984年黄色い大地公開。これの監督を務めたチェンカイコ、撮影監督を務めた超警防を中心として 中国映画の第五世代が台頭。同時期に台湾ニューシネマ運動の展開が開始。90年代にかけニューウェーブを感じさせる作品を次々と発表する。方向圏、洋徳賞が主な作家。1985年、日本で東京国際映画祭が始まる。1985年、バック・トゥ・ザ・フューチャーが大ヒットし、全米では、 フューチャー現象なるものが巻き起こった。1989年、日本で山形国際ドキュメンタリー映画祭が始まる。これまで長編アニメにおいて低迷期を迎えていたディズニーであったが、1989年のリトル・マーメイドをはじめとして、ビアンカの大冒険ゴールデン・イーグルを救え、美女と野獣、アラジン、ライオン・キング、ポカ・ホンタス、ノートルダムの鐘、 ヘラクレス、ムーラン、そして、ターザンの10作品を制作、公開、多くの作品が高評価、高成績を上げたことにより、この間の時代を指して、ディズニー・ルネサンスと呼ばれるようになる。特に、美女と野獣は、アニメ映画史上初のアカデミー賞作品賞に、ノミネートされた作品となった。1991年、ジョギ・ホスターとアンソニー・ホープキンスが主演の、 羊たちの沈黙が第64回アカデミー賞で主要5部門を受賞し、ホラー映画史上初のアカデミー作品賞という快挙を果たした。1993年、スティーブン・スピルバーグ監督によるアメリカ映画ジュラシック・パーク公開。映画におけるフォトリアリスティックなコンピュータグラフィックスの仕様として革新的で、その後の映画に大きな影響を与えた。また、 自身の世界興行収入記録を塗り替える大ヒットとなった。1993年、日本で初めてシネマコンプレックスがオープンする。1994年、クエンティン・タランティーノ監督のパルプフィクションが公開。本作は4つのストーリーが順序の異なる時間軸を入れ替えながら交わる。当時としては珍しい手法で構成されていることで、 高い芸術的評価を受けた。同年には、ホレスト・ガンプ、一期一会が公開される。イルムが担当した VFX にて、主演のトム・ハンクスを、ジョン・レノンや、ジョン・カイ・ケネリ、リチャード・ニクソンといった個人と共演させたことで話題になる。なお、上記を見てもわかる通り、1994年は、ハリウッド映画史上最も豊作な年と言われており、同年には、 ショーシャンクの空に、が公開されるも、公開当時は、ホレストガンプや、パルプフィクション、ライオンキング、スピード、レオンなど人気作の影に渦漏れて知名度が低かった。しかし、批評家たちから高い評価を受け、その後 VHS 販売や、レンタルビデオの普及によって、徐々に人気を獲得し、現在では最も評価の高い映画の一つとなっている。 1995年、世界初の長編フル CG、アニメーション、トイストーリーが公開。アメリカのディズニーとピクサーの共同制作による。1995年、デンマークでラース・フォントリアーラによるドグマ95と呼ばれる映画運動が始まる。現在でも続いている。1997年、日本にてモのノノケ姫が公開され、 工業収入193億円を記録し、当時の日本映画の工業記録を塗り替えた。同年1997年、ジェームズ・キャメロン監督のタイタニックが公開される。全世界で18億3500万ドルと、史上初めて10億ドルを突破した作品となり、映画史上最高の世界工業収入を記録したことで、ギネスブックに登録される。また、 第70回アカデミー賞では、最多14部門にノミネートされ、作品賞をはじめとする最多11部門を受賞した。1998年、スティーブン・スピルバーグ監督による、プライベート・ライアンが公開。冒頭20分にわたる、ノルマンディ上陸作戦シーンが高い評価を受け、後に、戦争映画の歴史は、プライベート・ライアン以前、以後に分かれると言われるほど、 戦争描写に革新をもたらした。1999年、キアヌ・リーブス主演の SF 映画、マトリックスシリーズ一作目が公開される。従来の CG にはない、ワイヤーアクションやバレットタイムなどの VFX を融合した斬新な映像表現は映像革命として話題となった。HD24P というデジタルビデオカメラの登場に伴い、 デジタルシネマの動向が活発化し始める。これ以前にも CG の活用による映画のデジタル化は進んでいたが、フィルムとビデオとの基本的な表示方式の違いにより、テレシネという加工段階を経なければならず、これが大きな足かせになっていた。しかし、HD24P はフィルムと同じ形式での記録が可能であるため、テレシネ加工が不要で、 ダイレクトにデジタル加工が可能という画期的な商品だった。スターウォーズエピソードにクローンの攻撃で利用されて実用性が実証された後に採用が相次いでおり、将来的には大半がデジタルビデオカメラによる撮影、制作になるだろうという観測すらある。LCD、DLP といった電子媒体を投影する素子が普及し、 さらにレーザー照射による投影装置が実用化されつつある。科学万博で実験的に公開され、さらに改良され、愛知万博で公開されたレーザープロジェクタは従来の電子式投影装置における解像度、色再現領域、ダイナミックレンジの限界を打破するものであった。今後は家庭でもレーザープロジェクタの普及が進むものと見込まれる。2001年には スタジオジブリにて、千と千尋の神隠しが公開され、工業収入は300億円を超え、当時の日本歴代工業収入第一位を達成した。翌年には、第52回ベルリン国際映画祭のコンペティション部門に出品され、最優秀作品賞である金熊賞を受賞した。世界三大映画祭で、 長編アニメーションが最高賞を獲得するのは史上初の快挙であった。また、J.K. ローリング原作のファンタジー小説、ハリー・ポッターと賢者の石を筆頭とした、ハリー・ポッターシリーズが長きにわたり世界的ヒットとなる。2000年代に入ると、コンピュータグラフィックス技術の発展により、トランスフォーマーやロード・オブ・ザ・リングといった超大作シリーズが多く作られる。 中でもロード・オブ・ザ・リング三部作の最終章であるロード・オブ・ザ・リング王の期間は全世界興行収入がタイタニック以来史上2例目となる10億ドル超えを達成した作品となり2006年に公開されたパイレーツ・オブ・カリビアンデッドマンズ・チェストは史上最速での1億ドル、2億ドル、3億ドルを突破し史上最速での世界興行収入10億ドル突破など 超大作シリーズが多くの世界記録を打ち立てた。2005年、これまでのハリウッド映画界では、タブーとされていた、同性愛をテーマにした作品、ブロークバックマウンテンが公開され、話題を呼ぶ。監督のアンディ自身は、この映画を普遍的なラブストーリーと強調しており、そのテーマは観客に広く受け入れられ、人気を博す。2008年、 バットマンを題材としたクリストファー・ノーラン監督のダークナイトが公開。前作、バットマン・ビギンズに続くダークナイトトリロジーの第2作目であったが、公開時はタイタニックに次ぐ全米工業収入歴第2位を記録した。2009年からは立体映画にも力を入れるようになった。ハリウッドが多くの立体映画を制作し、また既存の作品を立体映画としてリメイクすることも、 ある。中でも、ジェームズ・キャメロン監督のアバターが 3D 映像による劇場公開が大きく取り上げられ、世界興行収入は自身の持つタイタニックの記録を大幅に上回る27億8800万ドルを記録した。2008年のアイアンマンのヒットを経て、様々なマーベルコミックの実写映画を同一の世界観のクロスオーバー作品として扱う。 マーベル・シネマティック・ユニバースシリーズが台頭を見せ、世界で最も大きな工業的成功を収めている映画シリーズとして2位のスター・ウォーズシリーズに大差をつけて世界歴代1位の工業収入を記録している。2019年にはシリーズ22作目であるアベンジャーズ・エンド・ゲームはアバターを抜き世界記録を塗り替えた。また、 マーベル・シネマティック・ユニバースのヒットに倣って DC ・エクステンデッド・ユニバースやモンスター・バースといったシリーズ作品のメディアフランチャイズおよびシェアード・ユニバース化が流行した。2010年、Facebook を創設したマーク・ザッカーバーグらを描いた映画ソーシャル・ネットワークが公開。当時まだ珍しかった 4K 解像度カメラの RED1 を使用。 映画冒頭のマークとエリカの会話シーンでは99、テイクの撮影が行われるなど、挑戦的な撮影方法が話題となり、様々な批評家や観客に大絶賛された。その評価の高さからは、21世紀の市民権とまで評された。2013年、ディズニーから、アナと雪の女王が公開。本作は、アメリカ映画としては、アバター以来の大ヒット作となり、 各国でアニメ映画の動員記録を塗り替え社会現象となった。2010年代後半には映画やテレビ番組のオンラインストリーミングを提供するサブスクリプション方式のサービス、定額制動画配信サービスが始まり、ネットフリックスやアマゾンプライムビデオは独自の映画制作にも力を入れる。中でもネットフリックスの作品、ローマ、ローマは モノクロの小規模映画でありながら 6K カメラのアレクサ65で撮られた 65mm の美しい映像が家のテレビで 4K 解像度で視聴できることが話題となった。また映画館でも新たな映画体験が用いられ通常の映画で使用されるフィルムよりも大きなサイズの映像を記録上映できる IMAX する技術や映画の映像、音声に合わせて 座席稼働や環境効果が体感できる4デラックスなどが広く知られるようになった。2016年、新海誠監督のアニメ映画、君の名は、が公開され、それが口コミで話題となり、日本国内の工業収入はた叩く間に250.3億円を記録。当時の日本における歴代工業収入ランキングでは、日本映画として、 千と千尋の神隠しに次ぐ第2位となった。2019年、バットマンの悪役を題材にした作品、ジョーカーが R 指定作品として史上初めて10億ドルを突破する。また、ロケ地となったニューヨークブロンクス地区にある階段が観光名所となった。同年、ポンジュの監督のパラサイトハン地カの家族が第72回カンヌ国際映画祭で、 韓国映画初となるパルムドールの受賞を果たした。第92回アカデミー賞では、史上初の外国語映画の作品賞を受賞であり、アカデミー作品賞とカングの最高賞を同時に、受賞した作品は、マーティ以来、65年ぶりとなった。日本では、パラサイトセンプルと呼ばれた。2020年、社会現象となっていた、テレビアニメ、鬼滅の刃の劇場版アニメとして、 劇場版鬼滅の刃無限列車編が公開される。新型コロナウイルスの世界的流行化において、歴代最速で、工業収入100億円に達成。公開から73日目となる12月27日には、観客動員数2404万人、工業収入324億円を突破し、千と千尋の神隠しを超えて、日本歴代工業収入1位を達成。 さらには2020年公開映画の年間興行収入世界1位も記録した。ドミートリー・ショスタコービチ、ピエール・ブーレイズなど外部リンクに映像各国の映画誌については、各国の映画を参照のこと、ありがとうございます。